Oh, that's nice. Oh. Upon here, nothing new. So, a friendly reminder, we got the blue tier Pixie character from the DLC. And now we do the main quest here. But first. もしかして迷ったとか？しばらく来てなかったからな。とりあえず誰か捕まえて聞いてみましょ。じゃあ、あのいかにも冒険者って人はどうかな？そこの赤髪の人、すみません。私に何か用かな？ブラックハート様って女神様に会いたいんだけど、どこに行けばいいか知ってたら教えてほしいんだ。ブラックハート様？ああ、ノワール様のことか。それならこの道をまっすぐ行って突き当たりを右に曲がったところに教会があるよ。どうやら方向は合ってたみたいね。助かったわ。困った時はお互い様だからね。ここで会ったのも何かの縁だし、名前教えてよ。私はネプテューヌで、こっちがコンパとアイちゃん。私はファルコム、駆け出しの冒険家なんだ。こっちで会ったのも何かの縁だし、もし困ったことがあったら声をかけてくれれば力になるよ。本当？助かるわ。それじゃあ私たちは急いでるから、これで失礼するわ。また会いましょう。うん、またね。まさかこっちの世界に来てすぐにネプテューヌさんたちと出会うなんて、ちょっとびっくりしたかも。So we can, we have our first disc. As you can see, I can here only use a level 1. Well, I can show you. I only have that chip. I have yellow, blue, and red. Red is offense, blue defense, and yellow is support, like more XP or other things. Like here, that I get less damage from curtain enemies. It will be important for later. Sumimasen!
誰だ貴様らは。あいにくここは子供が遊びに来るような場所ではない。帰れ帰れ。せっかくブラックハート様に会いにわざわざ来たのに。ケチ。ネプネプの記憶を取り戻すのにどうしても女神さんに聞きたいことがあるです。お願いしますです。あ、もしかして誰だ貴様らはって聞かれたってことは、名前さえ言えば会わせてくれたりするのかな。だったら私ネプテアヌで、こっちはコンパとアイちゃん。たとえ名乗ろうがどんな事情があろうが関係ない。仕事の邪魔だ、さっさと出て行け。教会ってずいぶん不親切なのね。女神様に仕えるあなたたちがそんなんじゃ、ブラックハート様も大したことないんじゃない。なんとでも言え。たかが女神をどう言われようが痛くも痒くもないわ。少しくらい合わせてくれたっていいじゃん。こんなに可愛い女の子がお願いしてるんだからさ、ちょっとだけ、ちょっとだけでいいから。ネプコ、ここは一度戻りましょう。きっとこれ以上は時間の無駄よ。なんでさ、アイちゃんはここで諦めちゃっていいの。諦めたらそこで試合終了だよ。いいからさっさと帰るわよ。これでとどめよ。まあ、所詮は雑魚ね。女神であるこの私に盾つこうなんて100年早いわ。ふう、まさか少し見ないうちに下界がモンスターだらけになっているとはね。とりあえずこの辺りのモンスターは一掃したし、教会に帰ろうかしら。どうして私が今下界ラステーションにいるか教えてあげるわ。天界からネプテューヌが落ちた後も残った私たち3人は戦い続けていた。けど私は少しずつ自分の力が落ちていくのを感じたの。私たち女神の力の源は人々の信仰心、シェアの力。それが下がるということは下界で何かがあった証。悔しいけどあのまま戦い続けていれば次に負けるのは私に違いなかったわ。だから私は戦いをやめ、シェアが低下した原因を探るために急いで下界へ降りてラステーションに戻ってきたってわけ。けど久しぶりに教会に戻ってみると大陸での女神信仰なんてものがほとんどなくなっていたわ。そしてその原因を独自に調べてみたら、アブニールという大企業が実質ラステーションを支配していたことが分かったの。私が長い間降りてこなかったせいもあり、結果信仰は女神の私ではなくアブニールに向いていたわ。けどアブニールの影響力はそれだけではなかったわ。アブニールは教会から女神派の人間を追い出し、今は送り込まれてきたアブニール派の人間だらけになっていた。そのせいで私は教会に軽く軟禁状態で、隙を見て教会を抜け出してはこうしてラステーションの治安維持に努めていたってわけ。正直帰りたくないのよね。ああ、もう頭くるな。あの教会の人もだけど、アイちゃんもアイちゃんだよ。どうして引き下がっちゃうの。気づかなかったの。あの人
女神様に仕える身でありながら女神様を呼び捨てにしていたわ。確かに言われてみればあの人女神さんを呼び捨てにしてたです。呼び捨てにするなんて絶対におかしいです。どうして？実は超仲良くてお互いを呼び捨てる超フレンドリーな関係って可能性はないの？ネプコは知らないと思うけど、普通なら自国の女神様を呼び捨てにするなんてありえないわ。プラネティウヌの教会で会った人覚えてる？性格はちょっとあれだったけど、普通はたとえ女神様がその場にいなくてもあの人みたいに敬意を持って呼ばれるものなの。なのにこの国ではたかが女神扱い、絶対おかしいわ。アイちゃんは私たちと会うまでは世界を旅していたですよね。何か知らないんですか？ごめんなさいコンパ、最近はずっとプラネティウヌにいたし、ここに来たのだって数年ぶりだからあまり詳しくないのよ。旅人キャラなのにいざという時に頼りないな、アイちゃんは。けど安心して、そんなことで無視するほどブラックなパーティーじゃないから。たとえレベルが低くてもラスボスどころか次回作までずっと一緒だよ。悪かったわね、頼りなくて。てか記憶喪失のあんたにだけは言われたくないわよ。ごめんごめん。まったく。とりあえず話を戻すわね。これからクエストを受けようと思うんだけど、どう？クエストなんて受けてどうするの？まだまだお金はたくさんあるよ。もしかして、アイちゃん、私とコンパに内緒でこっそり使い込んじゃったとか？別にロギンが心細くなったわけでもなければ、ネプコみたいにこっそりプリンを買い食いしているわけじゃないわ。バレバレよ。もしかして気づかないと思ってたの？うん。話は戻るけど思い出してみて。プラネティウヌではエネミーディスクがあった場所に鍵のかけらもあったのよ。ならラステーションもその可能性があるって思わない？おお、さすがアイちゃん。さっきは頼りないとか言ったけど電源撤回だよ。まさしくおめえ挽回だね。ネプネプ、それいろいろ間違ってるです。そして死亡フラグです。あ、きっとあの人です。モンスターさんを倒してほしいっていう社長さんは。なんか一回り小さいよ。社長さんっていうくらいだからもっと風格のあるがっちりした人じゃないの？でも、あ、気づいたです。顔をしかめたです。手を振ってくれたです。やっぱり間違いないです。向こうの人ももしかしたらこっちと同じ気分かもね。もしかして仕事を受けてくれた女の子3人組っていうのはお前らなのか？って本当に大丈夫なのかよ。見かけによらないのはお互い様よ。私は IF で、後ろの2人がコンパとネプテューヌよ。まあ確かにそりゃお互い様だな。私はシアンだ。この町でパッセっていう小さな工場の社長をやってる。立ち話もなんだし、詳しい話はうちでしようか。あなた、さっき工場の社長って言ってなかった？ここ、誰がどう見ても食堂よ。うちは実家が食堂なんだ。工場はここの隣。話をするならお前らも機械と油だらけの場所よりこっちの方がいいだろう。まあ好きなところに座ってくれよ。じゃあ私カウンター席取った。
それにしても実家が食堂なんていいよね。パフェでもプリンでも何でも頼み放題なんだよね。自分の家で頼み放題しても仕方ないだろ。それに工場の稼ぎだけじゃ苦しいから、母さんがここを片手までやってくれてるんだ。ただで贅沢はできないよ。それで早速だけど、仕事の詳しい話を聞かせてくれないかしら。ああ、単刀直入に言うと、あんたたちには交易路のモンスターをどうにかしてほしいんだ。少し前まではモンスターなんていない安全な交易路だったんだが、最近モンスターが出るようになっちまってさ。そのせいでせっかく作った商品の流通が滞っているんだ。ビンゴね。いいわ、その依頼確かに受けたわ。助かる。ただでさえアブニールのせいでこっちは景気が悪いっていうのに、それにモンスターまで加わってたまったもんじゃなかったんだ。シアンさん、シアンさん、そのアブニールって何ですか？なんだお前ら、アブニールも知らないのか？はいです。アステーションには今日来たばかりなので何もわからないんです。アブニールっていうのは実質このラステーションを支配している大企業だ。家電から武器や兵器まで何でも作って、その製品ラインナップの多さと低価格でほぼ市場を独占していると言っても過言じゃないんだ。おかげでこっちの商品は種類も価格もアブニールに負けて物は売れないし、下請けをさせてくれるわけでもないしで、今月に入ってから知り合いの工場も何件潰れたことか。ひどいです。独占禁止法違反です。女神様に相談はしたの？こんな状況、よほどのことがない限り女神様が放っておくなんて考えられないわ。町工場の仲間連中で何度も相談しようとはしたさ。けどブラックハート様の不在期間が長すぎたんだ。教会の表向きはブラックハート様を信仰しているように見えるが、中身はアブニールに乗っ取られていると言っても過言じゃないね。せっかくブラックハート様が天界から戻ってきてくれたっていうのに、アブニールは私たちにはブラックハート様に会わせてくれないどころか顔すら見せてくれないんだ。アブニールは悪い会社なんだね。シアンも町の人もそれで困ってるんでしょ？悪いなんてもんじゃない、化け物みたいな会社さ。なるほど、ラステーションはそういう事情を抱えていたわけね。それならさっきの教会でのこともうなずけるわ。教会がそんな状況じゃ女神さんに会うことなんてできそうにないですね。ならさ、ラステーションの女神様、ブラックバード様だっけ？その人の住んでいるところに直接乗り込んで話を聞いてもらおうよ。私たちも鍵のかけらの情報が手に入って、シアンもお願いを聞いてもらえて、きっと2倍お得だよ。さすがネプネプ、いい案だと思うです。早速今夜にでもブラックバード様のお部屋に忍び込むです。ブラックバード様じゃなくてブラックハート様な。けどブラックハート様が普段いる部屋がわからないんじゃ、探している間に捕まるのが関の山だと思うぞ。そう？やってみなきゃわかんないよ。やらないで後悔するよりも、やって後悔派の私としてはそれだけじゃちょっと諦めきれないかな。今回は諦めときなさい、ヘプコ。下手に動いて失敗したらなおさらガードが固くなるだけよ。そうなったら私たちだけじゃなく、シアンたちにも迷惑をかけることになるわ。もしかしたらシアンからの仕事のおかげで鍵のかけらを見つけることができるかもしれないし、この件はこの仕事が終わってから改めて考えましょう。帰ったわ。って言っても誰も迎えてくれるはずないか。女神様、
公務以外の勝手な外出は困りますと何度も申しているはずですが。もう名前すら呼んでもらえないか。自分の時間くらいどこで何をしようが私の勝手よ。それとも何、私を教会に軟禁しようとでもしているのかしら。お飾りはお飾りらしく座ってろっていうわけ。そういうわけではありません。もし我々の目の届かないところで女神様の身に何かあっては。まあそういうことにしておいてあげるわね。私が留守の間に何か変わったことはあった？いいえ、特に何も。特にってことは何かしらあったみたいね。些細なことですので、女神様のお耳に入れるほどの内容は。命令よ、いいから話しなさい。実は子供が3名女神様に会いたいと教会に来た際に少々騒がれまして。ただそれだけです。私に会いに？いえ、何でもないわ。で、その子たちはどんな子たちだったの？ただの女の子が3人です。確かそのうちの1人がネプチューヌだったか、ネプテューンとかそんな名前だったような。え、もしかしてそれってネプチューヌじゃない？髪の毛が薄紫色で左右に跳ねてツンツンしてなかった？ああ、そうそう、ネプチュー、ネプテュース、いや、ネプチュー、ネプチュー。あなた、もしかしてそのネプなんとかという少女ですが、確かに見た目もそんな感じだった気がします。お知り合いですか？知り合いどころの関係じゃないわ。私を訪ねてわざわざラステーションに来るなんて、一体何が目的かしら。会いに行かれるんですか？でしたら行くだけ無駄だと思いますよ。どういう意味よ。どうやらネプなんとかという少女は記憶喪失らしく、手がかりになるものを得るため女神様に会いに来たと言っていました。記憶喪失ですって？まさかあの時の戦いが原因でかしら。その可能性は十分ありえるわね。ノワール様？もしもよ、仮に記憶が戻ったネプテューヌと戦って今の私が勝てるかしら。けど記憶のないネプテューヌなら今の私でも勝てるはず。そして記憶がなくても女神を倒したとなれば、ラステーションでの私の権威を取り戻せるかもしれないわ。よし、そうと決まったら早速ネプテューヌを追いかけるわよ。So I got already some plans, and these plans can be game changing. For example, I can weaken them or make them stronger. It's like playing on easy mode or hard mode, but I want do it.
And for using these plants, I also need some materials for and craft the item change that's obvious. The other items will spawn there. Or plants for add enemies. Enemies get stronger, but I get more XP there. And sometimes I can add a dungeon for farming. So I will do. I will add my first dungeon here. And plants for special items. If I craft them, then I can buy them in the shop. Always checking it like that. As you can see, I have space. For now I have 110 MB. I need them for also crafting these plants. There it is, our first dungeon. ネプコったらはしゃいじゃって。元気なのはいいけど、後でバテても知らないわよ。疲労度なんて、そんな時代遅れなステータスは私にはないから平気だよ。悪いモンスターなんてさっさと倒して、シアンに報告してあげようよ。And here we have new mobs. Sorry!
I have to be careful. Bye bye. Nep nep ni shite an yo. Oh, level up. That's a weird mob. That's what I mean, they can almost one-shot me. And I have to separate them more. That was close. Okay, that will be dangerous. Yep. But I won't give up. Bye!
I hate these flat boys. They have a high dodge chance. But now I'm lucky. Don't worry, we will kill him later. Two words that can be made. Let's see. Well, thank you for watching, and yeah, see you next time. Bye bye.